2004年6月8日の金星の太陽面通過。ドイツのイエーナにて、地球における金星の太陽面通過は、金星が太陽面を黒い円形のシルエットとして通過していくように見える天文現象である。金星が地球と太陽のちょうど間に入ることで起こる。日表通過や日表経過、太陽面経過とも呼ばれる。記録に残る初の観測は、 1639年にエレミア・ホロックスによってなされた。金星の太陽面通過は非常に稀な現象で、近年では8年105.5年、8年121.5年の間隔で発生する。直近では協定世界時2012年6月5日から6日にかけて起こった。次回は20117年12月10日から11日にかけて起こる。 金星の太陽面通過を観察することで地球と太陽の間の距離が算出可能となる。1天文単位の距離を得るために1761年と1769年の太陽面通過では欧州を中心として国を超えた国際的な観測事業が行われ世界各地に天文学者が派遣された。この観測プロジェクトは 科学における初の国際共同プロジェクトとも評される。太陽面通過の間、金星は太陽の表面を東から西へ動いていく小さな黒い円盤のように見える。天体が太陽の手前を通過し、それによって太陽の一部が隠されるという点で日食と似ている。しかし日食において太陽を隠す月の四直径が約30分と、 ほぼ太陽と等しいのに対し太陽面通過時の金星の四直径は約1分と太陽のおよそ30分の1しかない。金星は直径が月の約4倍もあるにもかかわらず、四直径がこのように小さいのは太陽面通過時の金星は地球からの距離が約4100万キロメートルであり、月の100倍以上も遠くにあるためである。 金星の太陽面通過の概略図太陽面通過の開始前、金星は太陽の東側から太陽に徐々に接近してくる。しかしこの時には、金星は夜側の面を地球に向けているため、見ることはできない。続いて、金星が太陽面に接触する。この瞬間を第一接触という。さらに金星が太陽面の内側に入り込み、金星が完全に、 太陽面上に乗った瞬間を第二接触という。第一接触から第二接触までは約20分かかる。その後金星は太陽面上を西へ移動していく。金星が太陽面の中心に最も近づいた時を食の最大という。さらに金星は太陽面上を西に進み太陽の反対側の円に到達する。この瞬間を第三接触という。 第2接触から第3接触までにかかる時間は、金星が太陽面の中心にどれだけ近い部分を通過するかで大きく変わるが、2004年と2012年の金星の太陽面通過では約6時間である。さらに金星が西へ進み、完全に太陽面から離れた瞬間を第4接触という。第3接触から第4接触までは約20分である。 このように長い時間がかかる現象であるため日の出前に、すでに太陽面通過が始まっていたり、日没時にまだ太陽面通過の途中である場合があり、全過程を観測できる観測値は限られる。2004年の太陽面通過においては、中央アジアからヨーロッパで全過程の観測が可能であった。2012年の太陽面通過では、ハワイから 東アジアで全過程の観測が可能であった。第二接触の直後と第三接触の直前に金星の形が円形からずれて太陽の円から滴り落ちる水滴のような形となりしばらく太陽の円にくっついた状態が数十秒間続く現象が知られている。これはブラックドロップ効果と呼ばれる。この現象のため第二接触と 第三接触の正確な時刻を測定するのは困難であると考えられていた。しかし時代が新しくになるにつれてブラックドロップ現象の報告は減っており、これは望遠鏡のピントが合っていないなどの理由による見かけの現象だとされている。金星の太陽面通過と地球と金星の軌道平面の傾きの説明図太陽面通過が起こるには、 金星が地球と太陽の間に入る必要がある。このような状態を内号と呼ぶ。しかし、金星が内号になっても地球金星太陽は一直線上に通常は並ばない。金星の軌道は地球の軌道に対して3.4度傾いており、天球上では金星は内号時に太陽の北か南を通過していくように見える。 3.4度というとそう大きい角度ではないように思うかもしれないが地球から見ると内合時に金星が最大で9.6度も太陽から離れて見えることもある。これに対して太陽の四直径は約0.5度であるから金星は太陽面を通過しない内合の際に太陽の北または南を太陽の直径の18倍以上離れて通過することもある。したがって 太陽面通過が起こるのは地球の軌道平面と近星の軌道平面が交わる。地球の公点軌道の中でこの軌道平面の交線を通過するのは太陽を挟んで対象となる2点だけである。これらの2点を公点と呼ぶ。交点を通過する時期は現在では6月7日頃と12月9日頃であり、太陽面通過が起こり得るのはこの前後数日に限られる。 メディアを再生する太陽面通過時における金星公転軌道と地球公転軌道の重なりの様子を描いた動画金星の太陽面通過は非常に稀な現象である。近年では8年105.5年8年121.5年の間隔で発生する。ある時点に太陽面通過が起きたとする。地球の一構成年は365.256日で、 金星の位置構成年は224.701日なので、金星の方が太陽の周りを早く回る。太陽面通過から過ぎ去った金星が再び地球と太陽の間に達して、次の内合が起こるには、前回の内合から583.924日が必要となる。この583.924日という期間を会合周期と呼び、 583.924日おきに内合が発生する。しかし前日の通り、再び内合になっただけでは、太陽面通過は起きない。軌道平面の光点上で内合が起きる必要がある。地球が軌道平面の光点を通過するのは半年おきである。よって、ある時点に太陽面通過が起きたとすると、次に太陽面通過が起きる可能性がある時期は、 0.5年の整数倍経過後に限られる。前回の太陽面通過から8年経過したとき、これは0.5年の整数倍であり、なおかつ介護周期のちょうど5回分である。よって、内合になる、好天上にあるという2つの条件を満たすことができる。近年、2回の太陽面通過が8年の間隔で起きているのはこの理由による。しかし、8年経過後に全く同じ位置に、 金星が戻るわけでなく、前回の位置から、わずかなズレが起きる。正確には8年よりも2.45日早く、内合が訪れる。8年間隔の太陽面通過が2回しか起きないのは、このズレが蓄積することによる。16年後には、ズレは大きくなり、内合する金星は、太陽面を通らず、太陽面通過は発生しなくなる。一方で、 会合周期を66回繰り返すと、ほぼ105.5年経過となる。これも0.5年の整数倍となっている。近年の発生間隔に105.5年があるのは、この周期によるものである。また、会合周期を76回繰り返すと、ほぼ121.5年となる。近年の発生間隔121.5年は、この周期によるものである。 発生の日付は現在では6月7日頃と12月9日頃だが、この日付は年代とともにゆっくりと遅い時期になっていく。年代を遡るともっと早い時期に起きており、1631年以前は、この日付は5月か11月であった。これは、太陽暦の1年は、地球が太陽を正確に一周するのにかかる期間よりも少し短いためである。8年。 105.5年、121.5年以外の間隔でも太陽面通貨は発生する。例えば、113.5年、129.5年、137.5年といった間隔でも起きる。これらの年数は会合周期71回、8、現在の8年、105.5年、8年、121.5年という間隔も、 全体で見れば八プラス百五点五八プラス百二十一点五イコール二百四十三年という一つの周期に相当する。五百四十六年から千五百十八年までは、太陽面通貨は八年、百十三点五年、百二十一点五年という間隔を置いて起こっており、紀元前四百二十五年から五百四十六年までは、太陽面通貨は常に百二十一点五年を機に、 起きていた現在の8年105.5年、8年121.5年間隔は1396年から始まり3089年まで続く。3089年の後は129.5年後という周期で次の太陽面通貨が訪れる。1396年の一つ前は113.5年前に発生している。一方、 もう一つのうちは、惑星である水星は金星よりも太陽に近いところをより早く降転している。そのため、水星の太陽面通過はあまり珍しい現象ではなく、20世紀と21世紀にはそれぞれ14回ずつ起こる。フィルターを通して金星の太陽面通過を観察する人々。東ティモールでの観察イベント。太陽面通過中の金星の影は、 肉眼でも確認可能な角度を持っており、金属を蒸着させた太陽観測用フィルターを使用して現行することで、肉眼でも安全に観察可能となる。ただし、フィルターを使用しても有害な光を完全に防ぐことはできないので、長時間観察を続けずに、こまめに目を休憩させることが推奨されている。太陽の観測に望遠鏡や双眼鏡を用いる場合は、 失明を含む視覚障害のリスクを避けるために十分に現行するか、投影法を用いるように勧告されている。太陽との示唆を決定するために、金星の太陽面通過の継続時間が測定された。金星の太陽面通過の観測に対して科学的な興味が持たれていた元々の理由は、太陽系の大きさを測定することができる可能性があるからであった。17世紀までには、 天文学者は、それぞれの惑星間の距離の関係を地球と太陽の間の距離を単位として計算できていたが、一天文単位の絶対的な距離はあまり正確に分かっていなかった。太陽面通過の精密な観測は、この一天文単位、すなわち太陽と地球の間の絶対的な距離を測定する方法となる。その方法は、地球の広範囲に離れた。 観測点で太陽面通過が始まる時間か終わる、時間のわずかな違いを厳密に測定するというものである。すると、地球のある二点間の距離が三角測量の原理で金星と太陽の間の距離を測る物差しのように使える。また、太陽との距離は角度である、地震しさから間接的に定めることもできる。地震しさとは、地球の中心から天体を見るときと地表上から、 天体を見るときの方向差のことで、特に天体が地平線上に存在するときの地震視差を地平視差と呼ぶ。さらに観測者が赤道上にいるときに観測される太陽の地平視差を太陽視差と呼ぶ。太陽視差の値から天文単位を間接的に求めることができるため、天文単位距離の値そのものよりも近星の太陽面通過を利用して、 太陽視差の値を求めることが行われてきた。現在の1天文単位の距離は 149597870.700km で定義されており、また広く受け入れられている太陽視差の値の一つは8.79443秒である。1631年ドイツの天文学者ヨハネス・ケップラーは 金星の太陽面通過の詳細に予測した最初の人物と考えられている。1629年、ケプラーは彼のルドルフ表をもとにして、金星の太陽面通過が1631年12月6日に起こると予測した。ケプラーは1630年に死去し、自身の予測を確かめることはなかった。ケプラーの予測に基づいて、フランスのピエール・ガス・サンリは、 パリから観測を行おうとした。しかし、ケプラの予測は十分に正確ではなく、合算では結局観測することはできなかった。現在の計算によれば、パリでは1631年12月7日の日の出の約50分前、太陽が観測できる前に太陽面通過は終了していた。1639年にエレミアホロックス。 観測の様子を描いた想像図。ウィリアム・クラブトリー。同じく観測の様子を描いたもの。金星の太陽面通過の最初の観測は、イギリスのエレミア・ホロックスによって1639年12月4日に行われた。ホロックスは、当時のフィリッペ・ファン・ダンスベルゲの金星の軌道表に誤りがあることを発見し、1639年に、 金星の太陽面通貨が起こることを独自に見出した。ケプラーも次の太陽面通貨は1761年に起こると考えており、1639年の太陽面通貨は予測できていなかった。ホロックスの観測は彼の居住地であったマッチフールというイングランドのプレストンの近くにある村で行われた。彼の友人であったウィリアム・クラブトリーも マンチェスターの近くのサルフォーットから観測を行った。15時までは太陽面通過は起きないとホロックスは予測していたが万全を期すためにその日は夜明けから1日中断続的に観測を続けた。13時から15時までのどうしても外せない用事を済ませて観測に戻ると太陽面通過が始まっていた。日の入り前、ホロックスは15時15分。 15時35分、15時45分の太陽面上の近星位置を記録することに成功した。クラブトリーも同じく日の入りの直前に観測に成功する。観測記録をもとにしてホロックスは地球、太陽間距離を地球の半径の約1万5000倍、太陽視差で14秒と算出した。この距離は現在受け入れられている値のおよそに3倍程度だったが、 それまで考えられていた値よりも現在の値に近いものであった。ホロックスは1641年に、クラブトリーは1644年に死去する。ホロックスは自身とクラブトリーの観測記録を論文にまとめたが存命中に出版されることはなかった。この原稿は1662年にヨハネス・ヘベリウスによって出版され、彼の業績が日の目を見ることになる。 1761年、エドモンド・ハレーが1678年に発表した論文図は、金星の太陽面通貨を利用して、太陽と地球の間の距離を計算する方法を示している。1716年、イギリスの天文学者、エドモンド・ハレーが1761年に起こる金星の太陽面通貨を世界各地から観測して、 一天文単位の正確な値を得るための国際的な共同研究プロジェクトを提案した。この提言を受けて1761年と続いて太陽面通貨が起きる1769年に各国の科学アカデミーや学会から多数の探検隊が世界の様々な場所へ太陽面通貨を観測するため派遣された。国を越えて行われたこれらの観測をアンドレアウルフは 史上初の世界的な科学プロジェクトと評している。ハレーは1742年に死去し、自身がこの研究プロジェクトを直接指揮することはできなかった。ハレー自身も自分の恒例のために1761年の太陽面通貨に間に合わないことを理解していたため、どこでどんな観測をすべきかという詳しい説明を残し、 後期を逃さないことを多くの天文学者たちに伝えた。ジョゼフ・ニコラ・ドリル1761年の太陽面通過はフランスのジョゼフ・ニコラ・ドリルが中心となってヨーロッパ各地の天文学者に観測を呼びかけられた。ハレーの方法は太陽面通過の始まりから終わりまでの経過時間の記録を必要とするものだったが、ドリルはこれを改良して2つの観測地点から 通過開始、または通過終了の時刻を記録するだけで事足りる方法を提案した。太陽面通過の全過程を観測できる地域は限られているため、ドリルの方法であれば、さらに多くの地点を観測地にすることができる。一方で、ドリルの方法は、観測地点の正確な経度を把握する必要がある。しかし、経度の情報は当時はまだ不十分だった。 フランス、イギリス、ロシア、スウェーデン、建国前のアメリカの天文学者たちが1761年6月6日の太陽面通過観測に乗り出した。特に、フランスとイギリスは、最も理想的な観測地点となるインドと、東インド諸島、その体となるシベリアまで観測隊を派遣し、最も多くの派遣を行った。当時の航海の手段は、木星の小船であり、 難パや病気などの危険と隣り合わせの長く険しい旅が余儀なくされた。天文学者たちの冒険の様子を望遠鏡付きの峠の塔の住人というより聖杯を探し求める冒険家インディ・ジョーンズとキティ・ファーガソンは記している。基本的には植民地などで実国の支配地としていた地域をそれぞれの観測地とした。フランスはギオームルジャンティオ、インドのボンディシェルへ、 アレクサンドル・パングレをインド洋のロドリゲス島へ派遣し、イギリスはネビル・マスケリンを南大西洋のセント・ヘレナへ、ジェレマイアディクソンとチャールズ・メイソンをスマトラ島のベンクーレンへ派遣した。当時は7年戦争の最中でもあり、政治情勢としても後悔には危険な状態であった。ベンクーレンを目指していたイギリスのディクソンとメイソンは出版から2日後に、 フランス軍艦に遭遇し、死者も出た、激しい戦闘に巻き込まれた。南アフリカの希望峰までディクソンとメイソンは、たどり着いたものの、太陽面通過までの時間が残っておらず、なおかつ、ベンクーレンがフランスに奪われた知らせを聞いたディクソンと、メイソンは、ベンクーレンでの観測を諦めて、希望峰で観測を行った。ポンディシェリを目指した、フランスのルジャンティも公開中に敵艦に、 遭遇することがあったが、霧に助けられるなどしてうまく逃走することができた。しかし、目的地のポンディシェリ付近に着いたところで、イギリス軍によってポンディシェリは、包囲されてしまったという知らせを、ルジャンティは受け取る。上陸できなかったルジャンティは、インド洋上に浮かぶ、不安定で、地理的位置も、不明瞭な戦場から観測を行うこととなった。ジャンシャップ・ドートロシュロシアのアカデミーは、 天文学の素養を持つ人材の不足から、当初は自国から派遣は出さずに、フランスに派遣を打診した。フランスは、この打診を受けて、ジャンシャップ・ドートロシュを、シベリアのトボリスクに派遣することを決めたが、この連絡はロシアに届いておらず、ロシアは、自国の観測者を訓練して、イルクーツクとネルチンスクへ派遣を行った。行き違いがあったが、 シャップはトボリスクでの観測をロシアに認めてもらい、旅を継続した。決表したボルガ川を越え、太陽面通過の6日前にシャップは、なんとかトボリスクに到着し、良好な観測を成し遂げている。シャップは、この旅の記録を後に、シベリア旅行記として出版した。建国前のアメリカでは、北アメリカ大陸で数少ない観測可能な地域である。 ニューファンドランド島のセントジョンズにて、ジョン・ウィンスロップが観測を行った。スウェーデンでは、ペールビル・ヘレム・ワルゲンティンを中心に観測計画が進められ、当時は、スウェーデンの支配下にあったフィンランド東部のカヤーニエ、アンダー・シュプランマンを派遣した。本国でも多くの天文学者が観測を行い、ドリルはパリで、ワルゲンティンはストックホルムで観測を行った。 ロシア州とサンクトペテルブルクで観測を行ったミハイル・ロモノウソフは、金星が太陽面から出ていく時の様子から金星に大気があることを予測した。スウェーデンのトルビオルン・ベリマンにより描かれた1761年のブラックドロップ効果の様子。1761年の太陽面通過では、最終的には60以上の場所で120以上の観測が行われた。 しかし、後にブラックドロップ効果と呼ばれる太陽面の円に金星がくっついた状態が続く現象が観測時に起こり接触の正確な時間を特定できなかった。さらには観測地点の経度が正確に把握できていなかったことなども悪影響した。観測結果に基づき各国の天文学者たちは太陽視差の計算を行ったが、 報告された値は8.28秒から10.6秒まで様々で当初に期待していたほどの正確な測定はできなかった。しかし前の太陽面通過からホロックスによって測定された値よりも現在の値である8.79秒に大きく近づいた。1769年次の太陽面通過は1769年6月3日に発生した。 それまでの間に7年戦争は終結して、航海時の安全は向上した。また、啓蒙思想がヨーロッパ各国の権力層にも広がったおかげで、科学事業への協力を得やすくなり、各国の国王も観測事業の全面的な支援を行うものが増え、観測に向けた状況は改善していた。これを逃すと次の対応面通貨は1874年まで起こらないため、 今回の観測成功は必須となっていた。ブラックドロップ現象克服のために、より性能の高いアクロマート望遠鏡も普及した。デイビッド・リッテンハウスによる太陽面通過の記録1769年の観測には、前回の国々にデンマークも新たに加わり、マキシミリアン・ヘルとその助手のヤーの主催のーチを当時、デンマークの支配下にあったノルウェーのバルデに派遣した。 アメリカでは前回に観測を行った天文学者はウィンスロップだけだったが1769年にはフィラデルフィアのアメリカ哲学協会もアメリカの地位向上を目指して観測に参加した。デイビッド・リッテンハウスが計算を行いそれをもとに3カ所でアメリカ哲学協会の会員たちが観測を行った。ロシアもエカチェリーナ2世がロシアの地位 名声の向上のために前回よりも大掛かりな観測隊を準備させた。エカチェリーナは東の最果てのヤクーツクマでも含めて八つの遠征隊を広い帝国の各地域へ派遣した。ギオムルジャンティが観測基地としたポンディシェリーの廃墟。旗の右側にある中央の建物。フランスではドリルに代わりジェイロームラランドが計画の指揮をとっていた。 1761年に遠征したパングレとシャップとルジャンティは1769年の太陽面通過でも再び遠征地にて観測を行った。パングレは中央アメリカのハイチへ派遣され観測を行った。シャップはメキシコのバハカリフォルニアへ遠征し良好な観測を達成した。しかし当時のメキシコではチフスが流行しており、 観測隊も次々に感染して亡くなっていった。観測後に看病しながら仕事を続けていたシャップも感染し、観測地にて没した。シャップの観測記録は観測隊の生存者によって1年後にパリへ届けられた。1761年、ルジャンティはフィリピンのマニラで観測を行うことにしたが、フランス本国からはインドのポンディシェリで観測がより良いと連絡が、 届けられた1769年、ルジャンティは予定を変更してポンディシェリーで観測を行ったが、当日の天候は曇りで太陽面通過を観測することはできなかった。さらには観測の基礎で船が難破し、11年を経てパリへ帰還した際には、ルジャンティは死んだことになっており、財産とアカデミーでの地位を失っていた。 ジェームズ・クックとチャールズ・グリーンが記録したブラックドロップ現象の様子。イギリスではマスケリンが1765年にグリニッチ天文台の天文台長となり、1769年の観測を統率した。前回遠征したディクソンとメイソンは再度観測のために遠征し、ディクソンはノルウェーへ、メイソンはアイルランドへ派遣された。さらに、 ウィリアム・ウェールズを北アメリカのハドソン湾へ、ジェームズ・クックを南太平洋の多七島へ派遣した。ハドソン湾への航路は初夏まで凍りつくため、ウェールズは1768年の春の暮れに出港し、観測地で冬を越し、太陽面通過が起こる1769年6月まで待つ必要があった。ジェームズ・クックは天文学者のチャールズ・グリーンと共に、 エンデバー号で出港し、未開だったタヒチへの航海を成し遂げ、観測に成功した。この航海は、後に、キャプテンクックと呼ばれる、クックの第一回航海にあたる。天候に恵まれて太陽面通過の様子を十分、観測することはできたが、ブラックドロップ現象が現れ、接触の時刻を精密に記録することはできなかった。最終的には、1769年の、 太陽面通貨では77箇所で150以上の観測が行われた。観測結果に基づく太陽視差の計算結果は8.43秒から8.80秒までの値が報告された。1716年に観測を呼びかけたハレーの見込みでは太陽面通貨の観測から1500の精度で測定可能とされており、 今回もブラックドロップ効果の邪魔が入る結果となった。しかし、もっと良い精度の結果が期待されてはいたものの、1761年に得られた値からさらに現代の値に近いより、正確な値を得ることができた。あとの1824年に、ヨハン・フランツ・エムケが、軽度の最新値と最小時情法を使い、1761年と1769年の、 観測記録から太陽子差8.5776秒という値を算出した。この値はその後四半世紀ほど太陽子差の代表的値として扱われた。1874年イギリスからの観測隊長タップマンと設置された望遠鏡ホノルルでの洋室着の金星の太陽面通過は105年後の1874年12月9日に起こった。 この時も欧米各国が世界中に観測隊を派遣した。アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、フランス、メキシコ、ロシアが派遣隊を出している。観測地はの地域に及んだ。1862年にアサフホールが火星を利用して太陽子差を測定したものの、結果は8.841秒と円形の値とも離れた値が得られたことから、 1874年の金星の太陽面通過は依然として天文単位を決定する貴重な機械だった。ジョージ・ビドルエアリーは1857年に天文単位の決定をザ・ノーブリスト・プロブレム・イン・アストロノミーと述べている。前の観測以降に写真機が発明され、この新たな技術が観測に使われた。フランスでは太陽面通過観測のためにピエール・ジャンさんが 連続撮影可能な回転式の写真機レボルバー、ホータグラフックを発明した。シャルル・ウォルフと協力者のシャルル・アンドレは、太陽面通過を再現する機械を製作し、ブラックドロップ現象の解明を行った。金星太陽面経過観測地点記念碑メキシコが観測を行った横浜市中区山手町にて、観測から100年を記念して建てられた。 1874年の太陽面通過では日本も太陽面通過の全過程が観測可能な地域だったためフランス、アメリカ、メキシコがそれぞれ観測隊を派遣した。フランス隊にはレボルバーホータグラフックを発明したジャンさんも参加していた。フランス隊は長崎と神戸に太陽を分けそれぞれで観測を行った。フランスへ留学していた清水誠も 神戸のフランス隊に同行し、金星の太陽面通過の写真を15枚撮影することに成功した。アメリカ隊は長崎で、メキシコ隊は横浜で観測を行った。長崎では上野彦馬がアメリカ隊に協力している。また、アメリカ隊のジョージ・ダビッドソンは、金星観測後に日本側からの要望を受け、長崎、東京間の経度差を測量した。 東京には、隊員のチットマンとエドワーズを派遣し、現在では、チットマン店と呼ばれる、日本最初の経度原点が決定された。諸外国の観測隊の受け入れによって、日本は、観測点の経度決定法などの近代、天文学上の重要な基礎技術を学んだ。このような諸外国による、近世太陽面通貨の観測によってもたらされた、日本への影響を、斉藤国春は、 科学における黒船と評している。今回の太陽面通過では写真などによって接触の観測の精度が向上することが期待されたが、結果は18世紀の観測よりも少し向上した程度に止まった。イギリスは写真による方法がうまくいかなかったことを認めた。アメリカは太陽面上を金星が通過している様子については多くの良い写真が撮れたが、 肝心の第1接触、第2接触感と、第3接触、第4接触感についての写真は、ブラックドロップ効果によって、無価値だったことを報告した。この時の太陽面通過から、アメリカでの観測結果から8.883プラスマイナス0.034秒、フランスでの観測結果から8.81プラスマイナス0.06秒という太陽し差の値が報告された。 1882年アメリカ海軍天文台による1882年の金星太陽面通貨の記録写真次の金星の太陽面通貨は1882年12月6日に発生した。1874年の太陽面通貨で期待の結果を得ることができなかったことは次の太陽面通貨の観測への意気を下げることとなった。1875年には ヨハン・ゴットフリート・ガレが小惑星フローラを利用して、太陽子差8.873秒という値を高い精度で得ていた。アメリカ海軍天文台では、1874年、このような観測の科学的価値への疑義は生じたが、結果的には、欧米各国はニュージーランドから南アフリカに至る世界各地に観測隊を派遣した。各国の観測計画を調整するための、 国際会議が1881年10月にパリで開かれ、14の国が参加した。アメリカもパリの会議には出席しなかったが、観測隊の派遣は継続して行うこととした。ニューカムも観測隊の一つを率いて、南アフリカのウェリントンで観測を行っている。スモークガラスの破片で太陽面通過を見ようとする、子供たち1874年と異なり、 この年の太陽面通貨はヨーロッパとアメリカでも観察可能で街の広場に望遠鏡が置かれ多くの人たちが観察する盛り上がりを見せた。ニューヨークタイムズは1881年から83年にかけて継続的に金星太陽面通貨の記事を出し続けた。記事では太陽面通貨の観測の歴史や観測方法の解説、 1882年の各国の観測計画や結果が伝えられ、当時の太陽面通貨への興味の高まりを示している。アメリカの作曲家、ジョン・フィリップス・スーザーは、この時の太陽面通貨に触発されて、トランジット・オブ・ヴィーナス・マーチを作曲した。アメリカ海軍天文台による1882年の観測結果は、1874年と比較すると良い観測結果であった。 集められた観測写真の数も1380枚に上った。アメリカでの観測結果から、ハークネスが1889年に8.84にプラスマイナス0.0118秒という太陽視差の値を報告した。また、1895年にはニューカムが18世紀と19世紀の4回の太陽面通過の記録から8.794プラスマイナス0.0018。 病という値を報告した。ただし、金星太陽面通貨以外の方法も含めた様々な対応試作決定結果の中では、プルコボ天文台による高校差を利用して得られた値を最も重要性が高いとし、金星太陽面通貨によって得られた値の重要性は低いとニューカムはまとめている。2004年メディアを再生する NASA の 太陽観測衛星トレイスが記録した2004年の太陽面通過の様子次の金星の太陽面通過は前回から一世紀の間を空け2004年6月8日に発生した。前回から科学技術が発展し金星地球間の距離がレーダーによって直接測定可能となり太陽面通過によって天文単位を求める必要はなくなった。 1961年と62年の金防止に対するレーダー観測から天文単位の値が 149596000km から 1496001000km の範囲と求められた。2016年現在では天文単位の値は実測値ではなく一定に固定された定義値となっており、 その値は前述の通り 149,597,870.700km となっている。太陽面通貨の科学的重要性は小さくなったが、非常に稀な天文イベントは、世界中の多くの人の興味を引きつけた。ヨーロッパ南天天文台と、ヨーロピアンアソシエーション・フォー・アストロノミー・エデュケーションが、中心となって、近世の太陽面通貨を題材として、 VT-2004 というインターネットを通じた国際的な教育プログラムが行われた。太陽面通貨観測に関連する企画を通じて科学への興味や知識の向上に役立てることを目的としたもので、参加者から太陽面通貨における4つの接触の観測結果を集め、天文単位を古典的な方法で再計算することも一つの目標とした。 1510人の登録参加者から4550個の接触時刻の記録が送られ、149,608,708プラスマイナス1 1 8 3 5トルという値が計算された。接触の様子を記録した2つの連続写真。左の質の悪い写真では、ブラックドロップ現象がよく見て取れる。ブラックドロップ効果が見られるかどうかも関心の的となった。 18世紀、19世紀に報告されたブラックドロップ効果の主原因は望遠鏡の性能によるものという見方が現在では主流となっている。VT-2004 へ参加した多くの観察者たちは接触の時刻を特定するのに支障はなかったと報告しており、提出された多くの写真でもブラックドロップ効果のような現象は起きていなかった。学術的な研究も行われ、 J パサ・チョフラは NASA の太陽観測衛星トレースによる2004年の金星太陽面通過の観測結果を1999年の水星の太陽面通過の観測結果と合わせて分析し望遠鏡の性能だけでなく太陽の周辺原稿もブラックドロップ効果の原因の一つと結論付けた。また2004年の太陽面通過の際には金星が 太陽の光の一部を遮るときの光のパターンを測定することで太陽系外惑星の創作に使う技術を洗練させようという試みに多くの科学者たちが挑戦した。他の恒星の周囲を回っている惑星を探すための現在の方法は我々が固有運動の変化や視線速度の変化によるドップラー効果を発見できるほどその重力が十分に 恒星を揺さぶるほどの非常に大きな惑星にのみ有効である。惑星が一部の光を遮ることから、太陽面通過の進行中に光の強度を測定することで、潜在的にははるかに高感度に小さな惑星を探索できる。しかし、極端に厳密な測定が必要である。例えば、金星の太陽面通過によって、 太陽の高度は0.001等級だけ暗くなる。小さな太陽系外惑星による現行の度合いは同じぐらい小さなものと考えられている。2012年次の金星の太陽面通過は2012年6月5日から6月6日にかけて発生した。前回に引き続いて世界中の人たちがこの天文イベントを観察した。ジャクサラの太陽観測衛星。 日の出は太陽面通過の様子を超高解像度で撮影を行った。得られた画像はオレオール現象と呼ばれる黒い金星を包む細い光の感を捉えている。この現象は金星が太陽面上を通過するときに太陽光が金星の大気中で屈折することで発生する。1761年に太陽面通過を観測して 金星の大気を予測したミハイル・ロモノウソフは、この現象を観測して、大気の存在を予測したと考えられている。また、フランスの天文学者が中心となって、ヴィーナス・トワイライト・エクスペリメントと呼ばれる研究プロジェクトが立ち上げられ、オレオール現象を利用して、金星の大気への理解を深めることなどを目標とした、観測、研究が行われた。 オレオール現象は2004年にも現れたが、現象を捉えて分析するための観測の最適化が整っていなかった。世界の観測可能地域へメンバーが現代的な遠征をして観測を行った。成果としては、金星を周回する探査機、ビーナスエクスプレスによる大気の延直温度分布の観測を補完するなどの結果が得られている。次の金星の太陽面通過は、 2117年の12月10日から11日にかけて起こる。以下の表では例として、ケプラーが予測した1631年から25世紀、最後までについて、近世の太陽面通過の発生日、時刻、主な観測可能地域を示している。時々、天体が太陽をかすめていくだけの太陽面通過がある。この通過では、 地球上のある地域では完全な太陽面通貨を見ることができる一方、他の地域では第二接触や第三接触がない部分的な太陽面通貨を見ることになる。1999年の水星の太陽面通貨はこのような太陽面をかすめる太陽面通貨であった。金星の太陽面通貨では2854年12月14日の 通過がこの種類のものになると予測される。21世紀現在、金星の太陽面通過が起こる時期は6月上旬と12月上旬、水星の太陽面通過が起こる時期は5月上旬と11月中旬であり、それらが同時に起こることはない。しかし、地球と水星の交点位置と地球と金星の交点位置は変化しており、ごくわずかずつであるが互いに近づいている。 そのため、非常に遠い未来であれば、金星と水星の同時対応面通過が起こることが予測される。ジャンメウスとアルド・ビタグリアーノの計算によれば、力学時で69,163年7月26日、及び224,508年3月27日に、このような極めて稀な同時対応面通過が発生する。この頃には、 力学時と協定世界時の差は大きくなっており、協定世界時で表せば六万九千百六十三年三月頃と二二十万四千五百四年四月頃に、それらが発生することになる。日食と金星の太陽面通過が、同時に起こることも、非常に稀であるが存在する。同じく、メウスとビタグリアーノによれば、これも、非常に遠い未来に発生する見込みで、 力学時で15,232年4月5日に、回帰日食と金星の太陽面通過の同時発生が起きる。同時発生ではないが、過去には1769年6月4日の金星太陽面通過で、太陽面通過に引き続いて、回帰日食が起きたことが報告されている。この時の日食は、金星太陽面通過の終了から約7時間後に発生していた。 紀元前9353年2月7日4時34分から始まる金星の太陽面通過は前後1週間の間に8回も天体の太陽面通過がある特殊な1週間である。1日に月と地球で、水星の太陽面通過、3日に土星で、水星の太陽面通過、7日に地球と月と土星で、金星の太陽面通過、8日に、 土星で月と地球の同時対応面通貨が発生していたと計算されている。ジョン・フィリップ・スーザの更新曲、トランジット・オブ・ビーナス・マーチ、文献内の複数箇所にわたって参照したものを示す。ありがとうございます。